本日の日経平均はマイナス593ポイントです。割と下がりましたね。賢明な投資家は動くべきタイミングなのかもしれないということで、最近は投資動画をぼちぼち公開しています。と言っても言ってることはずっと同じで、利確しとこうねと、そういうことを言ってるだけですが、まあ個人投資家はメンタルも重要なファクターになっており、私のように一貫した投資家のトレードを見るとわりかし安堵感も得られるわけです。個人投資家の最大の敵は自分です。自分がブレてしまうと投資もブレます。最近私は思うことがあって、もう少し視聴者さんに安心して動画を見てもらえるようにしようかとも考えてます。今は相場が動いているので、ある程度私がどういう立ち回りをしているのか公開もしていこうかと思ったりもしてます。てんてけてん、相場サイクル的にはいよいよ総楽観のフェーズにずっこしですよ。芸能界も株式市場もプロレスも得意技は上げて落とすです。今後もテレビ雑誌などのメディアや YouTube もろもろで投資を推奨する知能指数の低いコンテンツが増えるでしょう。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。てんてけてん、気になるニュースを紹介します。 CH とかのまとめを見てみると、ついに投資をしないやつはバカという微笑ましいキーワードが目につくようになってきましたね。もうババ抜きゲームは始まってます。ゲームが終盤なのかは知りませんが、一つ言えることは今は仕込み時ではないと、それだけは老婆心で何度も言ってるわけです。てんてけてん、仕込み時なんて私は数ヶ月前にずっと言っていました。結果その時が仕込み時だったわけですが、あの仕込み時だった頃の雰囲気と今の雰囲気は同じだと思いますか？雰囲気、過熱感は真逆なはずです。これが相場の罠であり罪深いところです。てんてけてん、私たち末端に情報が伝わる時にはその情報はもうすでに古くなり腐っています。新聞もインターネット SNS など速報と銘打って取り上げられるその情報は、私たち末端に伝わる時にはもうすでに古くなり腐っています。投資をしないやつはバカという文言はいつ聞いても私としては古臭く腐った言葉に感じるわけです。打足ですが、投資で負けるやつはバカとは思ったり思わなかったりするのかもしれません。てんてけてん、皆さん今日もお疲れ様でした。投資カリバキです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄を紹介します。てんてけてん、6146ディスコ。昭和世代にはなんだか甘酸っぱい名前の銘柄ですね。半導体の研磨装置などの世界トップでしょうか。私の監視銘柄の中でマイナス 5.70% と一番下がってます。先日含み益 101% で威嚇したアドバンテストも下がってますね。私なんかが半導体半導体と言った半年後に、世間は半導体半導体というわけです。私はもうすでに半導体にはそれほど興味がありません。女心と秋の空と言いますが、私も市場も明日は明日の風が吹いてるわけです。よく漫画とかで達人が一般ピーポーの行動を見てハエが止まってるように見えるなどと表現しますが、私なんかも大体の投資系 YouTuber や個人投資家を見てるとなんだか退屈で眠くなってしまったりするわけです。ディスコの話が全くできていませんが、
ディスコのことなどはどうでもいいことなのです。海水照度は 1% です。5105東洋タイヤ、こちらはプラス 6% の上昇ですね。一応ホルダーのなので、こういう銘柄があると助かります。私は常々不思議なのですが、どうにも個人投資家には分散投資、リスクヘッジという概念が根付きません。なんでなんでしょうかね。まあ昔に比べたらマシって程度でしょうか。私からすると分散って何よりも優先して行うべき戦略だと思います。バカな投資系 YouTuber や投資のハウツー本などは、銘柄分散は分散はするべきだが10個くらいが限度とか愚かなことを説いていますが、これは市場で初心者に損してもらうための営業トーク以外に何の意味があるのでしょうか。限度、限界とか投資をなめてるんでしょうか。限界を超えるように努力とか工夫するとか、そういうベクトルにはいかずに楽して金儲けようとするから損するのではないでしょうか。私の場合、分散投資、リスクヘッジは自分でシステムをプログラミングして管理してるので、無限に分散しても管理できます。個人的には日本株だけでも500銘柄くらい分散してますが、それくらい分散したらどうやっても負けなくなるとは思います。その代わり配当に時期に通知がめちゃくちゃ来るので、配達員さんには申し訳ない気持ちにはなります。あの通知マヨペーパーレスにしてほしいですよね。てんてけてん、東洋タイヤは一部利確しました。下がったら買う、上がったら売る、とそういうことです。地道に楽しんでやっていきましょう。海水照度は 1% です。てんてけてん、私は20年以上相場を生き抜いてきました。誰が何と言おうが投資はめちゃくちゃ簡単なゲームです。稼げそうな銘柄など紹介したりしてるので、応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さん、また見てね。